なんだ。そんな。私はどうしたら。そうですよ。あなたの探しているメガネは私です。だから何だと言うんですか。いたかもしれませんし、いなかったかもしれません。私は猫は好きではありません。捨て猫の面倒を見ているのは仕事だからです。私が猫好きだという証拠がありませんよ。猫好きは認めますよ。私が猫好きだからって何だと言うんですか。どうして私が志と違う仕事をしていると言うんですか。誰だって希望の仕事ができるとは限らないでしょう。私だって本来なら違う仕事がしたい。役所が中心となり、高齢者の住んでいる家をネットでつなぐんだ。高齢者に何かあったら救急や警察や介護がすぐに動けるような新しいシステムを作るんだ。何ですか、その言い方は。
プレゼントじゃないんです。そういうロマンチックなものじゃない。でもあなたの考えているような感情とは違いますよ。そうじゃないんです。私は恐れていた。彼女は可愛くて優秀だった。どこへ行っても人気者になるタイプだ。それに比べて私は勉強だけです。それで金の猫のお守りがなくても大丈夫だと強がって見せたかったんです。そうです。私は嫌われていたはずです。クラスメイトのメガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで高校一の秀才です。昨日休み時間に勉強を教えてもらいました。教え方が上手で勉強をするのが楽しくなりました。メガネ君はきっと偉い人になるんだと思います。将来ノーベル物理学賞をもらったりして、そうなったら私はそんな人とクラスメイトだったんだと自慢します。メガネ君と同じ教室で勉強したことは私の宝物です。勉強以外に趣味のないメガネ君ですが、大の猫好きのようです。猫は古代エジプトで神の使いだったそうです。テストは運も左右するので、神の使いの猫に優しくするんだと言ってました。猫グッズも集めていて、八重垣神社のおみくじについてくる金のお守り猫をもらいました。これで神様も味方してくれそうです。そういえば八重垣神社には縁を占える鏡の池があります。半紙に硬貨を乗せて池に浮かべて、早く沈むと良縁に恵まれるそうです。私はすぐに沈んだのですが、一緒にやった親友は硬貨が沈まなくて不機嫌な顔をしていました。松江に来ることがあったらマックス君もやってみてください。文野彩。P.S. マックス君は高校最後の1年に何をやりたいですか？私のことをこんな風に思っていたなんて、あの頃を思い出しますね。ちょっとわからないところがあるの。勉強教えてもらえるかな？もちろんいいですよ。数学なんだ。わあ、すごい勉強してますね。そんなことないよ。この方程式なんだけど。ああ、これは難しいですよね。X を移動させるとこうなりますよね。ええ、そうだわ。ほとんどの問題はその応用で解けるはずです。田中くんすごい。やっぱり松江大場高校一の秀才だわ。はい、そうです。それは
私と勉強した時間が宝物だったなんて。海野綾という同級生はいません。本当にいないんです。知りません。手紙は返します。私はあなたの質問に正直に答えました。では証拠を持ってきます。ここで少し待っていてください。個人情報だから本当は見せてはいけないんですけど、15年前の松江大場高校の名簿です。名簿は50音順になっています。女子は1番が阿部冬美、2番が五十嵐香菜、3番が上野梨央となっていますよね。海野彩がいるとすると18番の羽田理子と19番の本間美穂の間のはずですよね。ほら誰もいませんよね。わかり、ダメに決まっているでしょ。撮影もコピーもお断りですよ。本物ですよ。ここに私の名前があるでしょ。嘘はついてませんよ。これで分かりましたよね。あなたの調べている文野彩とはこの不法乱の女性ではないんですか。25年前の新聞記事です。文野彩という女子高生は病気で亡くなっているんですよね。わかりますよね。あなたは誰かにからかわれたんですよね。だから実在しない女性を探すのはやめた方がいいと思うんですよね。ありません。私は仕事があるんです。もう戻ります。何をしているんですか。あ、書き写している。名簿を返してください。
もう帰ってください。バナナの便箋。いらっしゃい。あ、おとといの兄ちゃんか。今日は何にしやす？大食いに挑戦したらどうですか？30分で山田のおろちそばを何杯食べられるか挑戦するんですよ。記録は5杯です。15年間破られない記録でやす。お題はいただきやせん。挑戦しやすか？